はい、あっちゃんね、ご飯ないからパンでも焼きます。はい、お昼もパンです。はい、何しようかな、何も考えてないんだけど、まあ、定番やな。もうなんか玉ねぎ、そういや残ってたな。子供ちゃんにね、チャーハン作ったらご飯がなくなっちゃってさ、うん、時々ね残ったら冷凍しとくねんけどもね、うん、もうちょっといつもね多めに炊かなあかんな。3合やとねちょっと余んねん。次1人分1食、あっちゃんの1食分ぐらいで、子供ちゃんでは1食足らんかなぐらいの量が残んねん。でそれをまとめてある程度冷凍しとくね。じゃあそのにあれすんの、あれ残してかったな、シーチキンね。まあいいわ。シーチキンに、マヨ、マヨ、ああマヨつけすぎて、マヨは今日アンチョビペースト、チョビペーストこう広げて、うん、いい感じなんじゃない。ベーコンを置いて、チーズ乗せましょう。これで焼いて食べます。ちょっと小さくして、はい、パンが焼けました。あっちゃんのお昼ごはん、あんま朝ごはんと変わらへんね。ベーコンオニオンマヨアンチョビピザ、アンチョビトースト、はい、何でもええわ、適当に食べます。はい、なんでこんなとこで食べてるんだね。そこで今ヒカルがね、ドラクエしてんのよ。でドラクエしてるし、で変わろうかって言うから、いいよもうそこでやっとりって。なっちゃんこっちまだパソコンちょっと今日の分ね、もうちょっとだけ動画を作らなあかんから、昨日はねライブの後寝ちゃったからね、今日の昼からの分作らなあかんから、なんか毎日そうやって続きするからいいよ。なんで食べます。うん、おいしい。うん、あーマヨとアンチョビ合うわ、おいしい。
昼ご飯にパン、うん、こういうのもありやね。あっちゃん別にこういうのが嫌じゃないとか、パンで十分やね。なんでかって言ったらね、あのレースとかしてた頃って時間ないから、でも食べへんかった、体力も大変かったし、3日木曜日に搬入して木金土日、下手したら水曜日土、まあ、水曜日土やから緩いんだけど、木曜日、設営搬入で、あと、ピット内で車まだ再調整で、金曜日でフリー走行で再調整、土曜日予選決勝日曜日やねんけどね、トラブル出だすとその4日間まともにご飯食べられへんかったり寝られへんなりする時もあるね。そういうの通り越してきたらね、ご飯食べられるタイミングで食べなあかんでね。だからコンビニでパン、菓子パンとか買ってきて、で整備してる途中に食べながら整備したりとか、そんなしたから、お昼のパンってあの普通やねん。ね、おにぎりなんかやったらほら、むいて食べながら、パンやったらビリって食べて、ビニールのまま食べて、途中ぶっとまた何かトラブルだけつって包んでも置いとけるからね。だからパンっていうのが選択肢にあって、お弁当とかやったら冷めたりとかしてもダメやし、うん、パンっていうのはね、朝昼晩パンの時もあった。ピッと泊まり込むこともあったしね。何をそこまで、ね、借り立てたのか、今になるとわからない。まあ若かりしのね、うん、若さゆえの暴走や。まあ自分は面白かったよ。やっぱりレースをね真剣にやるって面白かった。わかる？うん。だんだんね、上り詰めていくごとにやっぱり車にお金かかってきて、でマネージメントって、うん、お金をでスポンサーに頭下げに行ったりとか、スポンサーの顔色見たりとか、そんなことしたりとかで、ドライバーのケア、メカニックのケアとか、あの上に上がって監督とかチームオーナーとかなってきたらね、そういうね、あの方へ意識持っていかんなんか、面白さが半減していくんだね。だから行ってみたらうまいね。一人で車作って持って行って走らす、二人でドライバーとメカって感じ でドライバーにもメカ手伝わせみたいなやってたの。そのやりだした頃、弟と二人でね、さっきとずっと回ってた頃があったの。懐かしいな、あの頃。あの頃はね、仲良くね、さっきと回ってたの二人で、ね、車一台のトラックにあの車積んでるし、シビック持っててね、積んでサーキット行って、で二人で降ろして設営して二人でして、で弟が走る、なちゃんが調整したりやってて、でその時にね、あのレースの途中で予選の時にタイヤを交換すんねんね。それビューってピッと入ってきたら、だいたいドライバー乗ったままメカニックがパパーンって変えんねん。あのエアーのツールレンジ使って、なあちゃんがその頃エアーツール持っていく、トラック1台ちっちゃいトラックやし積まれへんし、で、ね、ツールは家にあるツールやけど、ピットへ持っていけるハンディツールなんていいの持ってなかった。今だからね、ピストガスでインパクト回したりとか電動インパクト使ったりするけど、本当にならなかった。だから十字レンチでタイヤ交換、ジャッキも大きなエアジャッキとか持っていたいんで、車にエアジャッキつけたいんだけど、そんなんでけへんだよな。コキ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 ってコクジャッキを持っていって、それでバッてピッと入ったらコキコキってあげるでしょ。だから弟が降りんねん。で2人でタイヤ交換して1本ずつ、ね、1人2本ずつ交換して、また弟乗せて押して、そんなことやってた。そんなチームあれへんよ。他みんなやっぱりメカニックいっぱいいてたりしてて、うん、潤沢な資金でやるやんレースなんか、うちら持って底辺で資金ないとかやったから、そのことをね思い出すと、弟とのいい思い出あってね、懐かしいなって思うんでね、うん、今だって戻られへんかもわからんけどね、その時代には、うん、あまりにもいかねえでさ、大きなチームが弟に「もっと手伝う」言うて、横でライバルのチーム飛んできて、「手伝ってくれてタイヤ交換してくれ」って言ったら、「やっちゃんもう一度帰るよ」
残りの3本みんなで変えてくれて、いい時代あったわ。あの時代が一番レースやってて楽しかったね。何の話や、パンの話から。うん、うん、そんなんで培ってきたレースのノウハウとか経験っていうのが今にね、いろいろいい方向に生かされてる。うん、それがね、ボタン一つかけ違えたことでおかしくなっちゃったけどもね、うん、ちゃんとしてはいい思い出かな。いつもそれは思い出されるなって思って、うん、いろいろとね、大きくなりたいっていう野望もあるけど、大きくなりすぎるとそれなりのいろんなことが出てくるということやなって、大きくしすぎたんやなってちょっと後悔もね。願ってたもん、大きくする、日本一、世界一っていうかね、世界でも名前を轟かすとこまで狙ってて、そこ行くための段階でどうしてもやらんといけんことがいっぱいあって、中でボタン一つかけ違えたらこうなっちゃったやなって。もう一回戻れるんやったら、今度は成功してうまくいける自信はあるけどね。うん、その時にやっぱりあったが気づいたこと、信じるものを間違うなっていうことやね。信じるところ間違うとこうなっちゃうんよね。すべては言えへんから難しいけどね、すべてお話できたら、うん、分かりやすい話になると思うけど、うん、ごめんね、ややこしい話で、思い出話からその話になってんけど、今でも遅くはないねんけどね、やるには。まあ、あっかん一人で生きることじゃないから、いろいろ考えることがあるんです。ゆだちゃんの昼ごはんね、今日はパン舐めました。アンチョビのね、しょっぱさがちょうどね、マヨとね、マヨでマイルドされるんだけど、それにベーコンのちょっとしょっぱみで香ばしさが入ってね、めちゃくちゃ美味しいこれ。うん、アンチョビマヨがベーコンにこんなの、アンチョビマヨ、マヨだけだとちょっとしょっぱいけど、アンチョビマヨにしたらいい、あの調味料になると思う。明太マヨとか唐辛子マヨあるけど、あのアンチョビマヨっていうのいいと思う。どっかのメーカーさんアンチョビマヨって多分作ったら需要あると思うよ。うん、うん、まあ見たことないよね、言ってんの。自分で作ればアンチョビペーストとマヨかけて混ぜたいだけのことだけど、うん、そういうドレッシング作ったらありじゃないのかなと思った。アイデア YouTube で言ったから、あの真似したらパテント料くださいね。そうそうそう、いやほんまほんまほんま。あと食後のデザート、バナナ食べよ、よいしょ。今日はもうね、また勉強に戻ってね、もう中間テストやからね。ヒカル君は毎度のことながらドラッグよ。バナナ美味しい。バナナだけっていうのもね、バナナだけ食べることもあるよ、ピットで。うん、バナナはね、いつも買っていって置いとくんだよ。でね、で 日持ちするし、冷蔵庫になんねんか。なんかピットの工具とかいっぱい置いたから、ポーンってバナナいつも置いとくね。で、マーガーだったら食べるとかしてたりね。このぐらいね、ご飯の時間が読めへん。何にもトラブル出へんと早いねん。もうペット走らして、もう今日は完璧にいいやって言ったら、もうお昼のセッションやめて、昼から観光したりしてたんや。
でも上のクラスになってくるとやっぱり車のトラブルの出方が半端じゃない。それだけ改造範囲とかが増えてくるとトラブルも出てくるよね。だから懐かしいわ。もしかしたらミキちゃんとね一緒に暮らした時間は、かけがえのないあっちゃんの幸せな時間やったけども、もしかしたらレースやってた頃が一番キラキラしてたかもからね。あっちゃんがねいつも生き生き、もう目はいつもキラキラしててさ、いつも夢語っててさ、世界目指そうって、ルマンの頂点、ルマンの頂点でも表彰台 あの1クラスの表彰台無理やね、メーカーじゃないと出られへんし勝てへんけど、その下に今でいう GT3 っていうの、素人さんが集まって出てくるクラス、あの辺やったらねほんまに町のチューニングショップがね改造した車で出てって、もうトップ立てへんことないようなレースなんルマン言うても、あここ目指せるか夢じゃなかったんやけどね。今はちょっと不沈料かもかな、ルマンね、個人で行くには、ルマンあかんかってもね、ニュルブルクリンクとかね、耐久レースの頂点っていうのは世界選手権にいっぱいあるから、どっかの頂点を目指したかったね。一番輝いてた時期かな。またね、あっちゃんも輝きを取り戻さないと。今度あっちゃんが輝けるところって YouTube、舞台は YouTube やと思ってるんだ。だから YouTube の頂点を目指すというのはやっぱり今は、ね、それを目指せられるぐらい、なんちゅうかな、自分の中の意識を高められたいんだけど、まだそこまで今あっちゃんには至ってないんだけど、でも YouTube の頂点って何かって言ったら、収益ナンバーワン、再生回数ナンバーワン、登録ナンバーワンだけじゃなくね、他にも頂点ってあると思うね。だから富士山の頂点目指すのも、ね、あの天保山の頂点、天保山海抜ゼロメーターやないかって、日本一低い山やないかってね、それでも山の頂点やからね。それと一緒で、高い低いとか広い狭いじゃなくどこでもええから世界の頂点を目指すっていうのがやっぱりあっちゃんの野望やって、それを目指してたことがやっぱキラキラしてて、それを見失ってっ輝きを失っていくんやなって人ってって思って。何かに巻かれると、企業の、一つのパーツじゃなく頂点を目指すところに何か意識を持っていきたいなって、ちょっとここ最近また思い出してきてね。だからキラキラするためにはね、いろいろ考えなきゃ。なこと言うとってね、自分のチャンネル荒らしてわーわー騒いとったらあかんねんけどねまあそれもね、頂点目指すためのなんか悪あがきやと思ってもらえれば、もうちょっとね、自分の中で何かこう決まった、まだやっぱ落ち着いてどこにもとどまってないんだけど、何か落ち着いたところに収まったら頂点目指したい気持ちで絶対生えてくると思うんで、その時はみんなねよろしくお願いします。みんながね、あ底辺であっちゃん見てたけど、あっちゃんは寝たいなって言ってもらえるようになりたいしね夢はね、ただやし、語るのは。大きな夢持ってもただやしね。だから、大きな夢持ちましょう。はい。ということでした。ということで、あっちゃんのお昼ご飯、今日はパンと、バナナでした。はい。これであっちゃん、お昼ご飯十分です。おやつ食べるけど。はい。ということで、今日の晩ご飯までね、まあ、何か食べながら、今日はゆっくり子供と遊びたいと思います。ヒカルもね、小学生活もね、もうちょっとだん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 こう減ってきて、中学校になったらね、もうちょっと勉強もね、真剣にやっていかんと、ついていかれんくなったら危険やしね。だけども、まあ、遊べるときは一緒に遊んであげて。まあ、小学校やけど、言うとってももう、寮がせて、小学校卒業、もう卒業かって思ってたら、もう中学校入学やなって言っとったら、もう卒業やからね。3年あっちゅう前やから、中学校なんか。もう中学校もギリ、高校なんか入ったしたら、もうね、親と何かって一緒にすることなくなってくるからね。でも言うと、まあ、高校から3年間、高校出るまではまだ親とね一緒にすることもあるかもわからんけど、もう高校卒業して社会人になったらね、まあ親と一緒に何かすることってめったにないよね。正月帰ってくる、盆帰ってくるぐらいになってたり、ね、そこにね、彼女とかできたり結婚したりしたら、もうね、そっちの何て言うかな、生活が大事になってくるからね。逆にもう親のところでベタベタされるとね、ダメな子になっちゃったからね。
ダメだからそこの過程が大事になっちゃうからね。だからあっちゃんも合わせて育ってもらうも嬉しいけども、そこまでもう言うとる前やと思ったらね、今の時間大切にしたい。なんか光ると今日はねちょっとゆっくりゲームをしてなんかあのドラクエちょっと面白いキャラ出るんだけど、うん、一緒に遊んであげたいと思います、はい、ではまた遊べないでもドラクエあっちゃん横で見とるだけやけどね、ああやこうやるだけやけど、な感じで一緒にいたいと思います。ではまたね、バイバイ。